はい、どうもおかしです、今回はモダン2のねサーチやっていきたいと思います。モダン2のサーチ、ね、なんだかんだ言って完全に初なんですよ。初見なんですよ。なんかレベルがそこそこ上がるまでサーチに行けないっていう仕様になってまして、ようやくねちょっとサーチに行けるレベルになったんで行ってみたいと思います。今ね00のところに途中参加しました。いいですね、4ピンで人数も5対5と2オン3だね。2オン2。味方さん結構頑張ってる感じかね。ボムの場所とかは3と同じですね。なんかスナイパーさん頑張ってそう。あ、ただ死んでる状態だとミニマップ見れないの嫌ですね。倒したの？あ、倒したんだ。プラス1ですね。赤点つけて装飾銃、ストッピングパワー、照準安定、ステディエイムと、なんか弾丸の威力上がるやつと、装飾銃っていうパークは何なんですかね。あ、いますね。あ、仲間か。うわ、クレーマー、この人も装飾銃ついてる。これが縛りなんですかね、もしかして。で、今ついた赤点は左奥か。そこから見えんの？ B、 それは知らない。本当に見えんのか。だいぶ強気な待ち方ですね。あ、今のラウンドは落としたが、やらかしマン。俺さらしナンバー99、すげえ名前だな。やられましたね。あれ、これクレイモアって何、死んでても残ってる感じなの？ってなるとちょっとエロいね。それきついですね。開幕スナポ行きますか。死んだらやだな。来ないね、来ないね。切れちゃったよ。大抵開幕ここで抜き合いが発生するんだけど、残り相手3枚か。最悪ですね。待って待って、間違った。あ、なんか見えた。次絶対仕留める。 OK、 エイムガン置きだったからね。だいぶ奥にいますね。あ、なんか今なんか壊した。待って、なんか投げ込まれた。2人の場所分かったぞ。ちょっと待って、フラグ握りしめて1、2、3、逃げれない状況で死ね。ここ当たるべ。当たっても死なないか。待って、うわっ、くーそー。あそこはマシンピストルで行くべきだったね。うまいなさあ頑張って。やば、 3on1。 でも相手のうまいスナイパーだね、ラスイチね。装飾銃、ストッピングパワー、みんなこれなんですか。なんなんだろうね、縛りなのかな。装飾銃ってどういう効果なんだろう。アタッチメントもう一個増やすとかも。はい、いた？いた？俺には全く見えなかったけど。あ、いたんですね、その辺に。次に備えておけ。ナイスです。1対1、いいね。なんかモダン3のサーチをやってるような感じがするけど、パークと銃が違うっていうね。なんかリメイクされたかのような、モダン3がリメイクされたかのような感じがしてしまうという謎のねお前モダン2やれよって感じですよね。さあ、また開幕スナポ行きますか。他にもね、このマップいろいろ開幕スナポありますけどね。ちょっと待って待って、引っかかって遅れちゃう。あ、危ね。待って、いるぞ。あー、ショップの中か。ここにいるんですよね。もういないですね。ジャベリンがあるとね、ここのサーチって面白いんですよ、まあ、個人的にですけどね。やられる側は超面白くないんですけどね。ちょっとコンカッション入れてみます。当たんないね。ちょっとあそこのショップの中にまだいるかな。あ、いないんじゃね。ちょっと待って、ここにはポイントフラグというわけではないですけど、ちょっと技ありフラグみたいな。あ、やべ、ミスった。それっぽいことしようとしたら外しちゃったよ。で、あと相手3枚か。どうしたどうした。どっから抜かれた。真ん中1枚いるのよね。いるよね。行きたくねえ、そこ。顔を出すべきじゃ絶対ないんだよ。仲間抜いた。あと2枚。あ、シュート。なんで俺のこと言った。ファイト。
マジか。左に1枚。オッケー。うわっ、そっちから来ちゃったか。やられた。ファイト頑張れ。設置音聞こえないね。設置はまだしてない。どうなんだろう、離れなくてもいいんじゃないかな。あ、 B 行くか、見張ってんのか。あ、怖い怖い、それはだいぶ怖い。お、いない、やられちゃったね。これは、お、まさかの俺のバレットさんを拾っていくスタイル。そこから頭出してくれたらラッキーだけどね。来なそうですね。ファイト。いないね。あ、あかね、うそー、すげえ。ラス1で設置してそこで待つ人はなかなかいない。メンタル強いっすね。どっかから実は入られてて解除されちゃうっていうのが一番怖いからね。まあすでにクリアリングしちゃったんですかね、飛行機の中とか。サーチ&デストロイ、目標破壊しろ。開幕どうしようかな。うわ、開幕グレポンで抜かれるとかあんの、グロいわ。モダン2グロい、グロい、それはグロい。マジでこっからね、上見えるんだよね。いるかね、ないかね。そこのね、これ燃やせるんだ。で、あれで上にいるやつ倒したりできるんだよね。あー、A 側でゴリゴリ抜かれてるな。爆弾を入手した。いないね。いないですね。こんなに走るのもあれだけどね。相手あと3枚か。相手あと2枚。ホーン2、これ結構有利ですよ。あべ、わけわかんない骨入っちゃった。いないよね。あ、ボンモチがそんなとこで死んだときやばいこと起きるぜ。一旦離れましょう。あ、ボンモチ狩られたね。どこで狩られた？いや、いたな。1、2、3、4、そこいるべ。 OK、 やったぜ。ナイスフラグ。2対2。楽しいですね、モダン2サーチね。なんかいいね、新ゲームって感じでね。いいっすね、行きましょう。2対2。開幕左行きますか。したらね、これね、ちょっとずるい場所があって、どこだったっけな。あ、ここだったっけ。あ、違うな。どこから開幕ね、左側見れるんだよね、結構変な隙間から。この辺とかでもいいと思いますけど、どこあったんだよ確か。だいぶ強気にライン上げないといけなくなっちゃったな。さあ、来い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 。あ、仲間が倒したね今。これあと4枚ですか。そうか、ジャベリンの代わりにグレポンもクリアリングがあるのか、怖えな。モダン3の時はね、それの代わりにはリーコンクリアリングっていう超最低なのもありましたけど、見当たらないですね。いるはず。あ、いたねいたねいたね。あ、グレポン飛んでこないで、お願いお願いお願い。オッケー、2枚カット。オッケー、でかいでかい。さあ、もう一回頭出すか。いないね、見当たらない。いた？いないよね。いないですね。仲間がそこまでライン上げてるということは上げれるはず。いたか、フラッシュ来たね。赤点は外と中。
待って、あんだけやれたら死んで。3対2。いや緊張感あるわ。いいですねモダンのサーチね。なんかサーチしてるって感じがするよねこれね。 BO2 もねそんな感じしますけどね。 BO2 ねただ下手なんですよ個人的に。下手だからなんかね上手い人に壁抜かれて殺されたりとかね、理不尽な位置から。うっ、最低だと思う。でもそれはね COD じゃない。開幕あそこにグレポン入れれちゃダメでしょう。この部屋いない、いないね。どっから、あー飛行機部屋の先端か。来そうっちゃ来そう、こなそうっちゃこなそう。2-on-4か。2-on-4きついな。は？な、なに、なに今の。あと1、2枚買っておきたい。ボム持ちは死んでボム落としてんのか。また飛行機の中にいますね。いないね。何サバイバルって。いるぞ。オッケー。うわ最悪や。なんでクレーモアあんねん。相手チームクレーモア使ってる人2人ぐらいいんのか。エロいな。だいぶエロいなこれは。やばい、集中集中。3対3。いやでも UAV 出たんで UAV 使えますか。次ケアパケをまず使っておこう。ケアパケまず使って、開幕グレーとかで死にたくないぜ。キモすぎなんですけど開幕グレもうやめようよ。それはもう、もうゴーストよりひどいよ開幕グレポンとか。あカウンター UAV 入れちゃう感じ。あ使ってみる、使ってみよっか。カウンター UAV 出してる状態で UAV も出しちゃうっていうね。結構やられる方としては嫌でしょう。 敵 UAV、 え相手にもカウンター出せる人いるの。集中集中やで、ここで負けたら意味がない。ここ集中、頭出せ頭出せ頭出せ。仲間抜いたのかこれ、仲間抜いたよなこれ。おおこうかいますね。当たんねえか、もうちょっと奥か。どうしよっか、こっから先覗かれてるんだよな多分。あやばいやばい、それやばい。ここで寝転がる、ここで寝転がる。で詰められた時用に今回入れとく。あ詰められてない、詰められてないけどフラグ入れられてきた。待ってマジグロい、マジグロい。それはそれはグロい。ちょっと待ってちょっと待って、来んなよ来んなよ。いや来てもいいよ。来た、落ち、もうすぐ時間切れだ。来い、当たんねえかあそこは。 3-on-3いないね。うわー仲間抜かれたな1人。 2-on-3 これどうしようか。 あっち側に2人いんのか。あ右いるぞ1人。来い、入ってこい入ってこい。ん隣の部屋行ったな。だよね、で仲間殺されるか。ボイチャがあれば伝えられたのにな。あこれ A 来るぞ、 A に来る。A 探してますよ。あ来ないかも。あショートいなくなっちゃった。うおやば、クリアリンググレポン。あ A 来んの、 B 来んの、どっち来んの、どっち来んの。俺 B だよね。あでもいる、あショートする。まあ B だよね、いるんだけど。え危な、危な、よく当てた今の。エイム置かれてない。おお。オッケー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 、抜いた抜いた抜いた。えどこ、ラス1チーム赤点ついたよね。どこいた、待ってボムが、解除が間に合わない。どこ、ノー
なんであんたそんなとこいた。あー死んでください。死んで倒したけど間に合わない。つらい。いやーごめんなさい、解除できなかった。以上3対4で負けてしまいました。10キル1アシスト3ですでしたね。いやー初見途中参加すごいね、楽しかったです。今後もねモダン2のサーチ何回かやってみたいなと思います。ただねモダン3にもあるマップだったんで結構うまいこと立ち回れたと思うんですけど、これがね初見マップだったりモダン2のマップってなるとちょっときついかもしれません。以上です。チャンネル登録とコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。